立の中、蜀は漢中を奪取せんと宗義へと進攻してきた。しかし帝軍山を預かる花公園らは優先し、これを退ける。自制を失った蜀は漢中攻略を断念した。この情勢に曹操は大きな決断を下す。今こそ漢中より覇蜀を攻め、宿敵劉備を討つ時。この号令に花公園ら漢中の将兵は勇み立って進軍を開始する。もとより漢中から益州成都までは四湖の間。曹魏の軍は疾風陣雷の勢いで覇蜀の地へ達しようとしていた。対する蜀軍は死闘に布陣、決死の覚悟で魏軍を迎え撃つ。この戦に勝ち、その先に劉備を撃てば曹魏の天下は目前。花公園、長江、大井は乱世集結の端緒を開けるか。
せよ。うっとな義の子はたらば死ぬ指輪を受けるがよいわ。矢が横殴りの雨みてえだ。このまま進軍もままならねえ。これで終わりにして、あの技術を黙らせることには進まない。俺たちも馬鹿に続くよ。さあ行こう。
この勢い誰にも止められますまい。あれ、ここに敵の大将がいるはずじゃ。かかりやがったな。おめえらの相手はこの延期と長期を。抵抗しないよ。こちらの奥に動きましたね。この隙に敵の本陣を目指しましょう。承知しました。復活領殿、いざこの闘志竜の槍で敵陣を貫かん。このあの男がはめられるとはな。こなりゃ気合で押し返してやる。お疲れさん。